中西智代那氏は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム B のメンバーである。HKT48 の元メンバー。福岡県福岡市西区出身。株式会社 DH 所属。2011年7月10日、HKT48 第一期生オーディションに合格し、10月23日、西武ドームで行われた。 フライングゲット全国握手会で初を広め、11月26日、手をつなぎながら公演初日に劇場公演デビュー。2012年3月4日、正規メンバーに昇格し、他の15人と共にチーム H を結成。2013年3月20日にメジャーデビューとなる、ファーストシングル、スキ、スキ、スキップにおいて選抜入りを果たす。 2014年2月24日、ゼップダイバーシティで開催された AKB48 グループ大祖閣祭りにて AKB48 チーム A への移籍が発表される。4月23日をもって HKT48 としての活動を終了。4月25日より AKB48 としての活動を開始。2018年6月15日から8月31日に、 かけて放送された日韓合同アイドルオーディション番組プロデュース48に参加。2020年9月、AKB48 メンバーの大谷静香と明太娘を結成し M-1 グランプリ2020へ出場2回戦まで進出。HKT48 時代からいわゆるバラエティー班として盛り上げ役だった。その原点は3歳の頃。 重病にかかり一年ほど入院したことにある。病室で静かに過ごす中、ふざけて変顔やモノマネをすると、同じ病院にいた子供たちや看護師が喜んでくれたことに喜びを感じ、退屈だった、入院生活も楽しくなった。そこから人を笑わせるのが好きになったという。モノマネのレパートリーは、井上陽水、アントニオイノキ鳥、ハンガー。 高級な美術館に飾ってある高級な壺、甲子園球場のサイレンなど。また、ブスシリーズというものがあり AKB48 の4、ホースシングル、翼はいらないタイプ A の特典映像に、中西智世なしブスシリーズ、ブスの思い出、が収録された。仲の良いメンバーは、HKT48 で同じくお笑い担当の、村重杏奈。AKB48 移籍後は、 同じチーム a の河井里奈や島崎遥、香、同じく遺跡組の小笠原真由良である。HKT482 期生の谷真理香とは、中学、高校時代の同級生で親友。谷にオーディションを受けるのを勧めたのも、中西である。2014年4月5日に開催された、AKB48 グループハルコンイン埼玉、スーパーアリーナ思い出は全部ここに捨てていけ。 HKT48 単独公演で初披露され、後にホースシングル、控えめ I love you に収録された楽曲、今、君を思うは、共に HKT48 から移籍する中西と谷のために書き下ろされたものである。AKB48 名義、HKT48 名義、AKB48 名義、ありがとうございます。